でない今。あれかな、シルクが今近くで毛づくろいしてたからその音かな水飲んでる風に聞こえたのかな、もしかして。じゃあかちゃん珍しくまた今日もこの携帯置いてる机にシルクがいます。寝ようとしてる。お気に入り？もしかして最近かわいい。今日半袖なの？そう、実は今日さ、もうレッスン着、私もうさ半袖にしないと、すっぴんの日はマスクしてるので暑いんですよ。より本当はこっちパーカー着てたの。でもこのパーカー実はちょっと裏起毛でモコモコなのね。寒かったじゃん今日、意外と雨降ってたから名古屋。本当はこれだったのでも外歩いてる時は半袖にこのちょっと裏起毛のパーカーちょうどよかった。かわいいね今日も。乙女はベッドで寝てまーす。寝る準備だねえ、明日も雨なの？最悪だ。もう梅雨もしかして。早いって。梅雨はなくていいけど、ないわけにはいかないじゃんやっぱなので最低超1週間で勘弁してほしいぐらい。1週間でも長いよ、本当に長い。雨なの？もう梅雨だよ絶対。だってもう5月終わるよ。6月から基本梅雨入りって言うじゃん、梅雨のイメージ。6月は、あ、台風の影響か。やっぱそうなんだ、6月って台風来るんだね。頭だって去年の私の生誕祭が6月の頭に第1週にあって、台風ですっごい天気が荒れてこの時期なんだ。やっぱ6月梅雨生まれの方は大変だ本当に。そうだよ、そんなだった。あの雨本当に大変、家族も本当に大変そうだった。こんばんは、こんばんは。5月が一番好き私は自分の誕生日月で過ごしやすい。まあでもたまに服装困る、本当に暑い日も急に来るし、夏が来たんじゃないかっていうぐらいの気温になるし、でも涼しい。今の時期に夜半袖とか薄いパーカーを着てお散歩するのが絶対いい、気持ちいいと思う。それしたいんだけどなかなかできませんね。地元実家にいる時はたまにやってた茶と一緒に、愛犬と一緒に行ったり、一人だったりママと一緒に行ったり。やっぱ実家地元はね、安心しかないじゃん、家の周りとか特に。もう知り尽くしてる場所だし、まあたまに怖いなって思う時はあるけど、でもこっちよりは住んでる歴がやっぱ違うからね。シルクゴールデンのねえ、でも夜は常に気をつけないと、何が起きるか分かんないもんね。こんばんは、こんばんは
で今日さお休みメール送るとしたら送れなくてごめんなさい。でもタピオカの話はメールで送れたよね多分さっき。それ送れたらまあまあまあいいかご褒美、明日ご褒美また自分にあげようかな。もう寝ても寝足りない今日とか特に朝やばかった二度寝してた。ねえしゅうくふふ言ってる乙女聞こえる？あ言わなくなっちゃった。シルクのゴロゴロの方があれかも聞こえるんだけどふっふんって若干目開いてんだよね寝てるんだけど気持ちよさそうかわいい。あこれ今のうーんみたいな乙女です。これ気持ちよさそう。かわいい。もうトミーゴロゴロがすごいね。あと15分で今日も私も早かったな一日。今日は時間がない猫やルカさんの生誕祭、そしてまた回ってきました鍵穴本当緊張したんだけどなんかでも前より緊張しなくなった、まあ、緊張もちろんしてたんだけどなんかやっぱ意識って変わると自分の話すあれにも変わるんだなと思ってびっくりした。あとちょっとのところでねつまずいちゃったのが悔しい。まとめの時こんばんは、こんばんは。やっぱねちゃんと喋れないといけないっていう意識がやっぱ徐々により出てきたね。まああとはね後輩も増えてきて K2 もね K2 でちょっと恥ずかしい姿を見せたくないっていう気持ちが大きいのもあるけどそう、まあ、あとは何回も繰り返して自分もねやっていけば経験値場数踏んだらまあいけるんだとは思うんだけど数ヶ月に1回だからねよく回ってくるのがね、今回のも忘れないようにまあ月に公演やる回数によって数ヶ月に1回というのが変わってくるけどね。次の公演は6月4日で京ちゃんの生誕祭なので楽しみですね。そう11期生の昇格後初の生誕祭だねメンバー京ちゃんが一発目です。なんとだからディスプレイとか花冠とかもね昇格するとまた研究生とは違うじゃないですか。髪型も変えられるし楽しみだねすごいですね白くさんです白くさんですね。そう初めてきょうちゃんの生誕祭出演できるので楽しみだね。今日はちょっと砂を多めに入れちゃったんだよお掃除今日の朝。でも砂じゃなくてトイレの壁を掘ってますね安定にシルクさんはちょっとねそうなんだよ
足げに帰ってきそうです。顔が見えない。こんばんは、こんばんは。リップ、ハート、お茶、バラ、ラブレター、かわいい。ごめんなさい、遅くなっちゃった。お手紙ありがとうございます。しんくちゃん、ゆくるしてるな、音がする。乙女は寝てます。ねえ、早くね、プリキュアワンプリ見たいの。もうさ、キュアニャミ、私の大好きな猫屋敷ゆきちゃんのお話がいっぱい出てるの、やばい。早く追っかけないと、絶対感動する。ひろこちゃん。しゆく走ったの。しゆく、しゆくちゃん、どうしたの。しゆく、終わったの。来たね、満足げにね。しゅうこちゃん、おお。面白い。私の目線でシルクの移動スピード分かる。だって確かに。でもあと足音も聞こえたと思う。さっ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 て、ちょっとね、肉球の間に入ってる毛で滑ってる音ですね。しゅうこちゃん、あら、かわいいね、今日も綺麗。しゅうこ、かわいいよ、しゅうこ。やっぱさ、私の配信は乙女シルク映るけど、乙女の方が割合多いじゃないですか、出演してる。だからさ、やっぱ見てる回数が多いから、乙女推しの人が多いんですよ。もちろん2匹好きだけど、どっちかと言ったら乙女っていう方が多くて。でもね、ここ最近はシルクが私の配信に出てくれてるのでね。シルク日また増えるかもよ、シルクちゃん。シルクちゃん選べないよね、わかる。私もどっちも好き、当たり前に。シルクちゃん、シルクちゃん、嬉しいね。見えない限り、ちゃこちゃん、こちこち。ちゃこちゃん、美味しいね。ちゅうこちゃん、乙女が見てる。かわいいよ、ちゅうこちゃん。ちゅうこちゃん、ごめん、すごい顔して乙女見てる。あっ、もう上手に立ってる。もういいや、これ今日で444日目。ありがとうございます。ゾロ目ですね。ちゅうこ、ちゅうこちゃん、乙女ちゃん来ないですね。乙女ごめんね、おっとりした方ですね。シルク、私
シルク私かな、もしかしてこれ違ったらどうしよう、恥ずかしい。ああ、いい、かい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 、おーおー、こっち行きな。私か、どっちも。あ、もういいよ、チロくん、簡単に登ってくるから。もう猫飼ってる人わかるよね、机にさ絶対登らせないって最初買った時とか家に設置した時決めるけど、いつの間にかもう登ってるの。ね、わかる、工事の音だと思うよね。よくシルクからは工事の音らしきものが聞こえてきます。トイレの音だったり。あ、私がか、おとりしたっていう第一印象嬉しいわ。いや、クールに見えてちょっと近寄りがたいってよく言われるので、おとりした性格で第一印象から言っていただけるのはやっぱ嬉しいですね。でもそれはさ、ショールームを初めて見た方だよね、多分実物だったり喋ってない姿、愛車を見て第一印象を聞くと多分話しかけられないとか、ちょっとクールそうって言われることだと多いと思うんですけど、初めて見るものがショールームとか話してるものだとそうなるのかな。やっぱリップ、ラブレター、ありがとうございます。黙ってるとね、ダメなんですよ、冷たい顔に見えちゃう、見られがちなんです。来ない、2匹来ない、ラブレター、ありがとうございます。トーク会でさらにいい意味でびっくりされる。あ、まあでも確かに話しやすいってすごい言われる、ありがたいですね。こんばんは、こんばんは。近づきがたいオーラが出てる。でもまあ嬉しいのかな、いい意味でなら。あのサイン入りコースター引いた、あ、そうだよ、今日の6時までだかな、7時まで、今日が SK48 プチカフェの最終日だったんですよ、販売が。生誕、5月の生誕ドリンク、今日は完売してなかったのかな、でもほぼほぼ完売した日が多かったので嬉しかったです、ありがとうございます。まさかの、でも去年も結構割と完売させていただいたことが多くて、島からの贈り物ドリンク嬉しいね。来年はどうなんなるのかちょっと楽しみだ。皆さん頑張ってくださってありがとうございます。でも実際食べてみると意外と平気なんだよね、そう、味しない。あとは普通に私のファンの方じゃない方も挑戦してみたっていう方が多かったです。だるま、ありがとうございます。でも私昆虫食で一番すごいなと思ったの、食べた中でなんだろう、一番やっぱサソリなんだよな。サソリ本当に味が苦すぎる部分を初めて食べちゃってやばかった。サソリやばい、あんまりやばいって思わないんだけど、いろいろ食べてきた中でやばいと感じた。まあ尻尾だったからそりゃそうだよなって感じ、なんか毒みたいな、毒じゃないんだけどね、もう苦い以上の、なんていう
思い出すだけで顔が渋い、渋くなっちゃう。危ないです。タガメとか全然、カブトムシもね、幼虫も全然、毒じゃないけどなんか独特な味がすごかった。やばいね、想像できないよね。そうなんだよ。やばい、もう時間あと3分、早っ。わかる、タガメサイダー懐かしい。タガメサイダーは本当に普通のサイダーなのよ。普通に美味しい。言われてもタガメ感ないし、わかんない。ハート、ありがとうございます。多分ちょっとしか入ってないエキスみたいな感じじゃない、多分。全然です。だるま、ありがとうございます。明日はそう、チームE公演だけど、急遽スクランブルでルカさんが初チームE出演、応援してます。見ます、絶対リアルタイムで。リップだるま、ありがとうございます。ランキングを読めます。ごめんね、なんかこんな詰め詰めでね。私もいつか出たい、狙ってます。1位ハッピーさん、2位ハッピーさん、3位ヤカくん、4位オナの子のアバターさん、5位カレーのアバターさん、6位ハッピーさん、7位ハッピーさん、8位クマちゃん、9位猫ちゃん、10位ダルマちゃん、11位千葉エリーさん、12位ハッピーさん、13位お化けのアバターさん。ありがとうございました。あと1分間に合った。皆さんもゆっくり休んでください。明日も頑張ろうね、一緒に。ありがとうございました。今日もとっても楽しかったです。おやすみなさい、ありがとうございました。バイバーイ。